鹿児島の山口農園機構です。今日は小松ゼロアの斜面専用の草刈り機 KHM400M のご紹介をいたします。まず、本体にスイッチ1つあります。で、呼気の方にもう1つスイッチがあります。このスイッチは草刈りして降りていった時に途中でひっくり返った場合エンジンが止まるようになっています。では早速現場を変えて使ってみたいと思います。